はい、皆さんこんにちは。今日プロ YouTuber の勝っぱです。今日はですね、 OBS の方を使って配信していくので、ちょっと今までと様子が違います。これポチって押すと、はい、変わったでしょ。これ、まあ、こんな感じなあのソフトを使ってるので、いつも あのただ撮ってるだけとはちょっと違うんで、お楽しみにどんな感じなのか見てください。というわけでパナソニックコンテスト始まりました。じゃあ6問開いていきます。ではまず1問目、ブリック。あ、ちょっと重たいですね。これ重たいのがね、OBS 使ってるせいかもしれないんですよね。はい、ブリック。トラックが1台あります。このトラックには合計で N キログラム以下の荷物を乗せることができますと。このトラックに1個 W キログラムのレンガを最大でいくつ乗せることができますかということなので、これ普通の割り算ですね。N 割る W を切り捨てた値です。はい、というわけで、これは考察とかもいらないので、もう普通にソース組んでいきます。あ、これは前回の A ですね。A.py を開きます。ちょっと一回切って。はい、あと、普通なら右に考察がありますけど、今回はないです。で、N、なんだっけ、問題文、N と W もらって、で、for i in range じゃなくて、print n www ですね。これで OK。というわけで、これを実行していきましょう。python3a.py。これあれですね。右側に考察じゃなくて、問題文を見せるシーンもあった方がいいですね。まあ、10と3を入れると3になって、1000と1を入れると1000になるので、まあ、合ってます。じゃあ出していきましょう。はい、じゃあこれをピッて貼り付けているところが多分画面に映ってないので、こうやって、はい、じゃあ提出としていきます。さあどうでしょう。あ、 AC になりました。じゃあ B 問題いきましょう。ブロックスオングリッド。縦 H マス、横 W マスのマス目があります。で、上から I 行目、左から J 列目のマスにはブロック AIJ が、ブロックが AIJ があります。どのマスにも同じ個数のブロックがある状態にするには、最小で何個のブロックを取り除けばよいでしょうかと。というわけで、一番少ないやつに合わせればいいんですよね。取り除くことしかできないですからね。なんか、ブロックがグリッド上に並んでるけど、あんまり意味がない気が。一番、総和を取って最小値かける個数を引けばいいですね。で、入力は HW で A たくさんということです。はい。じゃあ、ソースコード、こちらです。やっていきましょう。B.py、HW もらって、ここを、IinRangeW、ああ、てかまあ、ブロックスは、ちょっと確認して、ブロックスイコール、リストのインプットとスプリット、あ、マップイントか。はい。これを、WH 行なので、こうしてしまえば OK ですね。ちょっとなんか、カッコの数が合ってない。こうか。はい、はい。はい、こうです。こんな感じ。で、あとは、min とかを取ってあげればいいんですけど、min は、m は、これはちょっとテクいようにすると、min of map の min のブロックスですね。はい。で、プリント、なんで、合計が、S が、サムオブマップのサムのブロックスですね。だから S-M かける H かける W すれば OK ですね。はい。Python3b.py ってやって、これを、これに入ってやると2になって合ってて、入ってやると792で合ってて、これだと0になってますね。はい。じゃあ、これを提出します。Python にして、提出と。
さあどうでしょうか。あ、青と赤が入れ替わってますね。OBS のやつだ。これは設定を変えないといけないんですよ。これはですね。まあ、後で変えましょう。はい。次、C 問題。アンラッキー7。高橋君は7が嫌いです。1以上 N 以下の整数のうち10進法で表しても8進法で表しても7を含まないような数はいくつありますかと。はあ、まあ10の5乗って書いてあるんで全部試しましょう。で、Python にはいい関数があります。あ、これそうか、そうなるのか、わかりました。ですね、Python にはものを、進数を変換してくれる関数があるんですよ。Python と打って、まあ、A をもう120とでもしましょうか。で、フォーマット A8 とかやるんだっけ？違った。フォーマット8 A かな？違う。ストリング A8 だっけ？あ、こうか。違うね。どうすんだっけ？進数変換してくれるやつがあったんですよね。int a8。すると、フォーマット ax8 とかだったかな。オクトだから o。あ、こうですね。はいはい。これ合ってますか？ 64 たす 56？ ん？なんか違う気がするな。あ、合ってるか。はいはい。これです。8進数って奥、まあ、オクトランとかなんで、O を入れるといいです。ここに、B を入れると2進数になります。なので、8進数にして7を含むかを見てあげればいいですね。ということで、コードを組んでいくとすると、C.py、ちょっと、N をもらいますね。for i in range n して、まあ、これは嫌い、あ、好きな数なんで、含まないやつを数えてあげればいいです。というわけで、まあ、like っていう関数を作ってあげましょう。return、x を文字列、受信数で見たときに、7が入ってなくて、しかも、7のイン、フォーマット、x、8進数ですね。for i in range n っていうか、もう1から n なんで、1n プラス1ってやって、アンサープラスイコール like id ですね。で、プリントアンサー。あ、今暗黙のうちに整数にブール足してますけど、整数に true を足すと1足されて、false の時は何も足されません。あ、違う違う。じゃあ Python さんのなんだっけ、これ。C 問題なので、20の時に17だそうです。合ってました。で、12345の時300、305555なので合ってますね。じゃあこれで出しましょじゃあこれに出します。えい。Python。提出と。さあ、じゃあ最後、前半の最後の D 問題やっていきます。Sum of difference。N 個の整数が与えられますと。で、すべての2つの組について、差の相和を求めてくださいだって。うん、これ相当したらおしまいなんじゃないかな。うん、というわけで、よかった。これね、初めてね、順風を出す意味が出てくるので、これですね。問題文と考察をし、ま、持ってきます。はい。よしよし。こういう画面分割ができるんですよ。で、ここに、文字を書けると。これですね。まあ、いろんな数字があって、いろんな数字があるので、なんか差を取るのが大変なんですが、これまず、ちっちゃい順に並び替えましょとしたらですね、これに関係する差っていうのは、この人たち、まあ、説明を上手くするため、もう一回一からやり直すと、まあこういう式を考えてねっていうこうなんですけど、まあこれやるぐらいならこうの方がいいですよね。まあ
これが、AI の方が、ソートされてるとしましょう。A がソートされてるなら、A がソーテッドならば、I が J より大きいことと、AI が AJ より大きいこと、まあ、以上のこと、が同値なので、実は、ここの絶対値記号が外れますというのは嘘で、まあ、外せます。ちっちゃい方を引けばいいので、AJ 引く矢にできますね。はい。で、こうしてしまえばもうおしまいですね。こうすると、J と A を分解できて、シグマ i イコール1、N 引く1の AI 引く、なんかシグマ J イコール i プラス1の N の AJ とかになりますね。はい、あ、こうです。こんな感じです。はい、で、これは累積和なので、あらかじめ計算しておけば OK で、で、これは中身はオーダー i のかけて OK です。というわけで、これを実装していきましょう。ってなった時に、このシーンが生きてくるんですよね。よかったよかった。はい、じゃあ、リードとパイってやっていきます。じゃあ、A を、N をもらって、まあ、N 使わないんですけど、で、A はリストのマップのイントのインプットロットスプリットですね。はい、で、次に何するかっていうと、ソートします。ソート、L とソートと。ちっちゃいになりました。で、この AJ のやつ、AJ の総和ってこう、自分より大きいやつ全部足してるんで、自分より大きいやつ全部足したやつを作りましょう。というわけで、アッパーみたいなやつ作って、これは A のコピーです。これはスライスを使ってコピーをしています。あ、スライスが打てない。はい。で、あとは後ろから順番に、大きくして、あの上のものを足していきましょう。累積は取る行為をしています。n 引く2からマイナス1までで、マイナス1ってやって、アッパーがこう i プラスイコールアッパーがこう i プラス1ですね。はい、あとは、for i in range n をして、アンサープラスイコール a かっこ i、あ、この考察の式間違ってる。これ、まあ、出したのはいいんですけど、出すのは、あ、てか全然違うやん。この式、おう、しまった。こうですね。はい。これちょっと違って、これちょっと嘘ですね。嘘でて、i イコール1の n 引く1で、マイナス ai だから、こうする必要があるんですね。j イコール i プラス1の n の aj 引く ai ですね。はい。で、ここの a、これもともとこうだったから、ここ ai で外に出した分、ここは n 引く J になります。いいですね。はい、で、こっち1インデックスだから、上も1インデックスに揃えてあげる方がいいんだけど、めんどくさいね。どうしようか。1インデックスにしたくないな。まあ、じゃあまあ、そこは気をつけながら実装していこうと思います。アンサープラスイコール、まず、アッパーカッコ i ですね。自分より大きいやつなんで、i プラス1か。はいはい。引くことの、ai かけるいくつでしょう。自分より大きいやついくつありますかってことなんで、n 引く i 引く1ですね。はい、この引く1は何で思いついたかというと、i に0を入れたりするとわかります。はい。で、プリントアンサーすれば OK と。じゃあちょっと見ていきましょう。Python 3d.py。で、問題文開きまして、問題文開いてるんだけど、皆さんには見えてないと思います。3512って時は8で、リスタートオブレンジって言われました。なんででしょう。13行目だそうです。ここね。i プラス1だからか。だからまあ、ここ、こうですね。あ、間違ってました。この演習率みたいなやつは176で合ってるので、これを、提出しましょう。はい。はい。はいってやって、はいってやって、ここ Python にするの忘れなくて。はい。で、提出と。さあ、どうでしょうか。通ると思います、これは。
はい、通りました。おめでとうございます。というわけで、 E 問題と F 問題、ちょっと新しいシーンも追加してやっていこうかなと思います。お楽しみに。